はい、皆さんこんばんワイン、おはようグルト、そしてこんにちはは、キャプテン翼3、実況プレイ、今回が第10回目、今日もよろしくお願いします。いつも冒頭で、挨拶を返していただき、ありがとうございます。何気に嬉しいんですよ。こんばんは、こんにちはってね、返していただけることが。最近では、茶まごでね、挨拶をしてくださる方も、いらっしゃって、ついつい僕も、ね、世代ですから反応してしまうのですが、ね、毎回リッチなご挨拶どうもありがとうございます、はい、そんな今回は第10回目です、ね、もう10回もやりましたか。節目ですね。そんな、節目の回にあのフランスと試合ができることはとても嬉しいですね。はい、じゃあ早速、フランスの情報を、見ていきたいと思います。フランスのサッカーは個人技が中心だ。チームワークを使って攻めろそっか、誰がいるかとか全然情報がないなどうなんだろう。あ、でもマークで見れるからね。あ、そうそう、マークで見れるで思い出したんですけど、あれ、ピエールとかナポレオンとかいない。あ、モーリス出た。モーリスがいますよ、やっぱり。モーリス君は招集されたんですね。確か、シャンゼリゼの、11番ですよね。で、マークで思い出したんですけど、実はスタメンを少し、いじりました。この、ね、プレイを始める前に。前回の反省点、ね、反省点っていうか、ね、前回の試合を踏まえて、いろいろと修正を加えました。修正ポイント、その1、見過ぎを、7番にちょっと置いてみました。ちょっとね、前回、なかなかね、点が入らなかったんですよ。ね、そういう苦しい時こそ、ね、見過ぎがね、フォワードで、フォワードにいてくれると、非常にね、助かる形になるんじゃないかということで、見過ぎを7番にして、その代わり、ソリマチ君が3番に、下がってます。でも全然僕は不安じゃないですよ。もともとサイドバックには、ね、パス、そしてドリブルの安定感を、僕は求めてますからね。なんで、反町くんで、全然、問題ありません。よし。こんな感じの先発メンバーです。よし。じゃあ、フランス戦。なんか、ピエールもナポレオンもいないんで、これはいけるんじゃないかと。勝手に思ってるんですけどもね、まあ油断しないように、頑張りたいと思います。はい、キックオフ。よし、みんな行くぞ。お、そんなモーリス君、そしてフランスが白と赤なんだ、ユニフォームが。じゃあ日本がホームなのかな。よし、兄弟、行け。かっこいいね。よっしゃー。いやー、いい曲。じゃあ、石崎。松山ですぐ1点目取りに行きたいですね。うわー、誰か来た。じゃあジェミニアタック。お、出た。兄ちゃん、行くぞカズオ。オッケーオッケー。息の合ったコンビプレーにフランスユースの守りは突破されていく。よし、ナイス。この2人がワンツーするとどうしても原作のね、駅のホームでワンツーを2人でやってたシーンが出てきちゃいますね、頭に。あ、ジュリー、あれジュリーどうした。このボールは松山に渡したはずだったんだけど。まあいいか、じゃあそれを見過ぎに渡して。よし、ナイスパース、ジュリー。お待たせしました、ファンの皆様、ハイパーオーバーヘッド。
ット強いじゃん。ミスギのハイパーオーバーヘッドを止めるとは。何気にミスギくんがうちで一番シュート力がある選手のはずなんですけど、一番強いシュートが入らない。キーパー誰だったんだろう。アモロくん、アモロくんだった今の。かろうじてパスを出したそうか、かろうじて出されたか。ボッシュくんも覚えてますよ。どっかでお会いしましたよね、ボッシュ様よし、ソリマチ行け。あー、ワンツーか。お、ちょっと届かない。あ、まこちゃん、よし、ナイス、いけ、カミソリ。おお、かわされた。お、どうする森崎、どうする、ライフカードそうそう、前にねやったキャプテン翼の時から、あ、キャプテン翼2の時から思っていたんですけど、その森崎のユニフォームが、まあ、今回緑だからまだいいんですけど、前回はね僕にはどうしても寝巻きに見えちゃってなんかジャージっぽいね。しかもあの寝巻きってもこう 80s な感じのね、ほのぼのとした雰囲気の、ちょっと時代を感じるようなね、ちょっとまるで渋垣隊のような雰囲気の寝巻きに見えちゃったんですけど。え、サーブルノワール、必殺シュート持ってるやつがいるの。おっしゃ、森崎ナイスちょっと三上さん、必殺シュート持ちがいるじゃないか、一人。ちょっと待って、そしたらちょっとマークつけないとね。そうか、なんかねボッシーって聞いたことがあったんですよ、名前。松山、よっしゃー、くらえ、イーグルショット。うお、強え。これはなかなかやりますね、フランスも。タックル、あー、やっぱりパスか。やべえ、マーク、ボッシ。そっか、いたか、やっぱりそういうやつが。まこっちゃん、よし、反則には気をつけてくれよ。いけ、カミソレ。うおー、つえ、おー、打ってきた。よし、頑張れ森崎。うわー、やるな。そっか、お、なんか出た。あ、遅れてごめんね、ミサキミサキ、これは心強いよ。これはとんでもなく嬉しいプレゼント。クリスマスまでにはまだ早いけどどうもありがとう、軽くアップしとけ三上さんも知らなかったっていう。ちょっと待って、え、もう出せるの。おっしゃー、そしたら押したら、セリマチ君、前半よく頑張ってくれた。まあ、まだ前半なんだけど。ミサキを7番、信頼できる男のポジションに置きます。ミサキの実力はいかほど？
おっと浮き玉がシュート40、よし。見過ぎがシュート39、おし、これは期待できる。松山がおっしゃー、いけるぞ、これは心強い。よし、行くぞみんな。でもよかった、これでフランスにナポレオンが入んなくてよかったわ。見過ぎ、これでようやくバミューダトライアングル作戦が使えるじゃん。揃ったね。お、ボッシュが来た、ドリブル、オッケー、ナイス。ミサキ、よし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 、信頼できる男、おかえり。どうしようか、こういうことがやってみたい。あ、やっぱアモロ君だったんだ、こういうことがやってみたい。ミサキ頑張れ、うわー抑えられた、やるね。お、ボッシュ君、よし、ジト、うわー早いな。食らわしてやれ、パワーター、うほー強い。まこっちゃん、よっしゃ石崎、これはこれ使うしかないでしょう。うわー打ってこない、おー取った、おー取った、ナイスタル、ナイスタル。うわちょっと敵が早いな、もうちょい前、このコースだったら敵来ないでしょ。よしロスタイム、ロスタイムじゃないや、なんだっけ、 C ブロック、よしマサオ上がれ上がれ、先行った、あ高い球する、オーバーヘッド、行け松山、やるなアモロ、あ、ボシ来た、0対1、よし、じゃあちょっと変えます。皆さんからいただいてたコメントでちょっと気に入ってたのがあって、松山を信頼できる男のポジションに置いてみたいと思います。ちょっと狙ってたらしいんで、彼信頼できる男のポジションを、ね、で、ちょっと今回美咲くんを10番に置いてみたいと思います。こんな感じでいこうか、よし。で、何、どうやら森崎くんがまた試合に勝つために覚えておいた方がいい5つの P について、レクチャーしてくれるそうです。何何、5つの P とは、1つ目がパワー、2つ目がパッション、3つ目がプッシュ、そして4つ目がプロフェッショナル。うん、いいですね。
そして5つ目がポスト。以上、試合に勝つための覚えておいた方がいい5つの P でした。ありがとう森崎くん。よし、じゃあ後半も頑張ろうね、みんな。ガッツは全然余裕。よし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 、引きつけて松山。おお、弾かれた。やるね、見過ぎのパスを弾くとは。お、ジュリー頑張れ。カイエ君、よし、まこちゃん、早めに早めに、ここでボールが奪えたら大きいぞ。頑張れ。うわ、かわされた。カズオ、これ迷うね、パスの可能性もあるけど。頑張れ兄弟、発射。オッケー、よし、ジュリーナイス。よし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 、ジュリーいいぞ。イサキ、うわ、敵いたっけそこに。うわ、取られた。ジュリー、そんなとこに敵いたっけ。よし、じゃあこれを使おう。取る、オッケー、さすが。うわ、ここ危険かな。ドリブルしよう。前のキャプツバ2であればこういうパスも気軽に出せたんですけど、いけるかな。いけるでしょ。よし、松山ナイス。よし、三崎、決めろ、ジャンピングボレー、いけ。うわー、強い。強いな、天野くん。さすが見過ぎのハイパーオーバーヘッドを軽々止めてるだけあるね。よっしゃー、ナイス。よし、じゃあ新田、お、モーリス、お久しぶり。あ、また高い球なっちゃった。また高い球なっちゃったか。松山、キサキ、これは一旦スルーを挟もう。おー、反則。でもオッケーオッケー、よくやった。じゃあちょっとね、松山くん外しまくってるからな、美咲くんに蹴らしたいと思います。正面、おっしゃー、さすが美咲。
フランスと言ったら三崎太郎。よしよし、同点。みんな、ちょっとの P だぞ。めっちゃ本気。発射、スカイラブ。よっしゃー、ナイスマサオ。わあ、松山にマークがいってるな。じゃあ新田。前回のキャプテン翼2よりもパスコースは本当慎重に選ばないとね、敵がいなくてもなぜかやってくる仕様になってるんで非常にドキドキします。迷うね。誰がいいだろう、誰がいいだろうか。ドリブルでかわそう。ああ抜けない。やるなフランス。うわ届かない。カイエ君、よし、やつならいける。まこちゃん任したぞ。よっしゃナイス。おっしゃるナイス。地味にいい仕事するな。うわ早い早い、敵がめちゃめちゃ早い。これ通るか。うわーやっぱ敵来たか。ああよかった。よしこれはチャンスだぞ。美咲、よっしゃ、これをここで打つべきか。アモロ強いからな。でも打とう。ジャンピングボレー決めろ。おっしゃー美咲ナイスゴール。よしここで、変えます選手を。より攻撃的にします。佐野、よし試合再開。よし早めに奪おう。おっボッシー頑張れ兄弟。飛べー。おおマサオやるね。じゃあちょっともうちょいドリブルでいって、見すぎ、誰も邪魔するな。よっしゃ待てま待てま上がれ。うわ2番邪魔だな。ワンツー、よっしゃナイス見すぎ。うわ2人も来た。じゃあもう一回ワンツー、さすが。よし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 、オッケー。ブルブル
新田。行け、ハヤブサボレーシュート。ノートラップ、ダイレクトボレー。うわぁ、惜しい、惜しい。よし、イサキガッツは、じゃあカズオにパス。来るね、敵も来るね、必死だね。お、アモロ来た。勝負だ、3対1だぞ。飛べ、頼むぞ。ちょっと決めろー、痛い。うわー、アモロ強い。よし、マサオ倒れてる。もう一丁打てない、もう一丁打てないか。打ちたかったな。そういう時は松山。イーグル、ここで決めるんだ。うわぁ、ポスト。やるね、敵もやるな、やるな、本当に。そういう時はもう一回松山。弾かれた。やるね、ほんと競り合う。うわー、でもやりました。2対1、フランスを下しました、全日本。あ、これはみんなお疲れ様。え、どちら様。おー、ハイリちゃんの登場。髪の毛染めてるから分からなかった。石崎君、会いに来たのよ。本当ですか。嘘。相変わらずだな、入り節。待ってたよ、うちの勝利の女神帰ってきました、ついに。そっか、青髪から、茶髪に大変身。はい、じゃあセーブします。あ、次、アメリカ。おー、アメリカユース。ちょっと、思い出してきましたよ。じゃあ、予告編を見ていきましょう。お、ヒューガ。かわいいな、ジュリー。よく来てくれたな。奇妙なやつがいるらしい。なんか悪いもんでも食ったのか。本当、石崎っていいね、いじられキャラだな。はい、ということで次回はアメリカユースとの試合です。はい、今日もお疲れ様でした。またねー。